池田末夫は、日本の陸軍軍人。最終階級は少々。思三十四期。占い、森島の戦いで戦死した。戦車隊の神様と呼ばれる。愛知県豊橋思考山出身。陸軍憲兵少佐。池田筆吉の逸尾。兄、角には、陸軍中将。豊橋中学卒業後、陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校入学。 大正11年7月28日卒業。騎兵連隊の中隊長を務めた後は、教育畑を転々とし、1941年、満州公主令の陸軍戦車学校の教官に着任。翌年11月、紙兵に学校が移転した後、1944年7月15日に校長代理。1945年1月22日、 バラムシルト・オカシワラの第91師団戦車第11連隊連隊長に着任、占い、森島の長崎に渡る。連隊長代理、池田騎士郎らに出迎えられ千歳代の連隊本部に入る。1月24日に二つ式。1945年8月18日、戦車第11連隊を率いて、占い森島に侵攻したソ連軍と戦闘。これを撃破した後、 4-0-3の戦闘で戦死した。戦死時の階級は大佐、後少々に進級。8月15日の玉音放送後、終戦業務に当たっていた。しかし、8月18日午前2時30分、千歳世代の戦車第11連隊本部で、堤師団長から戦闘配備命令を受けると、直ちに山和橋の第4中隊に作敵を命じ、本部及び、 霊下の各中隊に戦闘準備と天神山への集結を命じる。自らも天神山に赴き、戦車第三中隊と合流。その後、第四中隊長の伊藤力夫が村上大隊の孤立を報告する。この時、まだ昇降者と第三中隊しかいなかったが、部下たちに赤浪子となって、恥を忍び構成に仇を放ずるか、それとも白虎隊となり、 民族の防波堤として玉砕するかを問い、全員が玉砕を決意し、これを受けて敵軍に向けての出撃命令を下す。ソ連軍を撃破し、4-0-3を奪還するも、その後の戦闘で戦車が攻撃を受け炎上、戦死した。風人将、村井茂俊、週刊朝日、ハット ABC 早坂隆史。1945年、占い、森島。 日本を分断から救った男たち。ウェブ歴史街道。PHP 研究所。2019年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月29日閲覧。ありがとうございます。